ヤロスラブリ旅客機墜落事故は、ロシアの首都モスクワに拠点を置く、チャーター便専門会社である、ヤクサービスが運行する、ヤクサービス9633便が、2011年9月7日に、墜落した事故である。事故機は、プロアイスホッケーチーム、ロコモティフ・ヤロスラブリが、ミンスクアリーナで行われる予定であった。 HC ディナモミンスクとの KHL 開幕戦の遠征にチャーターした。事故機は、トゥノシナ空港を離陸滑走後、上昇せず滑走路先にあった、新入島に接触し、約 1km 離れた地点に現地時間16時5分、墜落した。この事故により、選手やコーチなどスタッフを含む、乗客36名と乗員7名がその場で死亡。 選手であるアレクサンドル・ガリモフと整備士の2名が救助された。その後整備士は回復したものの、ガリモフは9月12日朝に搬送先の病院で死亡し、事故による犠牲者は44人となった。国際アイスホッケー連盟会長であるルネファゼルは、我々のスポーツ史の中で最も暗い人コメントし、この事故により、ロコモティフやロスラブリは、 KHL リーグ2011から12シーズンの参加取り消しを表明した。代わりに2011年12月に開催予定である KHL リーグに次ぐロシアンメジャーリーグに参加し、自動的にプレイオフに進出することが決定した。事故当日、9月7日の手の品空港の天候は良好であった。風光360度から実測1 1トル。 指定1 1トル漱石雲があり、その加減9 9 0ル気温摂氏17.8度であった。薬サービス9633便は滑走路05へ誘導路5から進入し後方に3 0 0ル残した地点から離陸滑走を始めた。滑走路全長は3 0 0 0ルであり、2 7 0 0ルの地点からの離陸滑走となった。 9633便は滑走路0号からの離陸に失敗し、滑走路末端からおよそ450メートル先にある侵入島に接触した。国家間航空委員会の事故報告書では230キロメートル毎時まで加速するが離陸に失敗した。そのまま滑走し続け、滑走路末端から400メートルの地点で岸上げが行われた。事故機が上昇したのは 地表からわずか6メートルまでだった。と報告された。接触後、滑走路末端から約1キロの地点の、ボルガ川合流地点から200メートル手前のノシナ、川川岸へと墜落した。墜落の衝撃により尾翼部と胴体部分に分解し、ビブは川へ、胴体は対岸の陸地へと飛散しており、その残骸は滑走路末端からおよそ2キロメートルに位置していた。 なお、乗組員は墜落までに管制官に対し何らかの問題が発生したとの連絡は一切行っていなかった。矢印が墜落地点。滑走路は右側が05、左側が23となる。機体後部の残骸報道によると、事故機は十分な行動を得られなかったものと発表された。滑走路末端を地上数メートルで飛行し、タワー直前において、 機ッ上げ操作が行われている映像がタワーに備え付けられた監視カメラに録画されている。目撃者は、事故機は障害物に接触後に炎に包まれたと説明しており、墜落地点が離陸方向と異なるのは、接触により左に旋回しながら地面に激突したためとしている。別の目撃者は、墜落寸前にエンジンが静かであったと証言している。 その他報道によれば、墜落前に木に接触した痕跡が見られた。2011年11月2日、国家間航空委員会は、パイロットが足元にある、ブレーキペダルの操作を誤ったことが直接の原因、という結論に達したことをジャーナリストらに発表した。メーデー、航空機事故の真実と、真相シリーズ10、レコモチーフホッケーチームディザスターによれば、 機長副操縦士ともにベテランパイロットであったが、約マイナス40の操縦をメインとしていて、約マイナス42の操縦時間はわずかであり、訓練も不十分だった。その上、副操縦士は神経系の病気を患っていて感覚が鈍くなっていた。約マイナス40と約マイナス42では、ブレーキペダルの形状が違っており、 副操縦士が約マイナス4に乗っている感覚で、ブレーキペダルに足を置いていたところ約マイナス42、ではブレーキがかかってしまい、しかも前述の障害もあって、それに気づかないまま離陸滑走を始めてしまったので、V1 を超え、滑走路をオーバーランしても離陸できず、操縦席内は混乱に陥ってしまった。機長はこの時点で、離陸中止を試みたが、機長の上司に当たる。 副操縦士がこれに激怒、機長は逆らえず、再度離陸を試みた。事故機は過労うじて離陸できたが、その過程で機種を上げた姿勢になっていたので十分な、揚力を得ることができず、障害物に接触して墜落してしまった。2006年9月に撮影された、事故機。RA-42434 事故機で、ある、ヤコブレフ役 -42D。42 D 製造番号4兆5204億2430万5017は1993年に初飛行を行い、オーレルやエ,エンタープライズにデリバリーされている。その後センターアビア、エアロレントフリートの運用を経て、薬サービスによって運行されていた。アビアポート分析官代表によれば、約マイナス42は36年の対応年数を元に設計されており、 残り60%ほどの期間を残していた。しかしこの数値は民間航空において古いかどうかを表し航空機の運用に適しているかを決定する対空証明のようなものではない。ロシア運輸省の副運輸省は事故機に搭載された3つのエンジンのうちのいずれかを事故前月に交換していると述べ2011年末にはオーバーホールのダメ運行スケジュールから外される。 予定であった。また、当日のコールサインは、リバース42434であった。薬サービスは2009年、その対空性と安全面などを不安視されており、欧州委員会によって調査されている。この調査により、ロシア政府当局は、薬サービスに対する運行制限を課し、国際的な検査基準に合格するよう指示している。 2010年に薬サービスは欧州空域の飛行を禁止されており、ロシアの運輸省は5月18日、薬サービスに対し欧州空域の飛行禁止を命じ、2010年8月11日に当局によって解除されている。この解除措置に対し欧州委員会はこれで安全措置が取られたと満足せず、薬サービスが運航する2機の欧州空域の飛行禁止を継続している。 ロシア民間防衛問題、非常事態、自然災害復旧省によれば、乗員8名、乗客37名が、名簿に記載されており、このうち選手であるアレクサンドル・ガリモフと、乗員である、整備士のアレクサンドル・シーゾフの2名が生存し、43名の遺体が、事故現場から回収されている。目撃証言によると、生存者2名は、救出時に激しくショックを受けていたが、 意識があったことが証言されている。2名は治療のためモスクワに緊急搬送され、急性ストレス障害を避けるため医学的に渾水状態に置かれた。しかし、9月12日ガリモフが搬送先であるビシネフスキー外科研究所にて死亡。同日、シーゾフは既得状態を回避したと考えられ、集中治療室から一般病棟に移され、 その後退院した。ホームスタジアムのアリーナ2000でろうそくを灯すロコモティフ、ヤロスラブリのファンパボルデミトラ選手に哀悼の意を表すスロバキアファン。ブラチスラバにある競技場入り口にて、ヤンマレク、カレルラチュネックヨーゼフバシチェックの死を痛むプラハに集まったチェコファン。ありがとうございます。